日本人であるならば誰でも一度は口にしたことであるであろう給食。揚げパンに牛乳、カレーライスに唐揚げなど年々バリエーションも豊かになってきています。実はその給食において今重大な問題が起きているとかなんとか。初期症状が起き始めたのは中学を卒業して高校になった時の8月の頭でした。高校になると給食がなくなってしまうので、不思議と給食のことしか、考えられなくなりました。それから半年後、腕にこのように。揚げパンとか、揚げパンだったり、牛乳だったり、ミルメイクなど。無意識のうちに、書き込んでしまってました。勉強中も給食のことが忘れられず、全身震えが止まりません。特効薬が今のところないので非常に困ってます。カメラマンさんすいません、ちょっとまた給食のことを考え始めて、はい、ちょっと一回切ってもらって、すいません、ちょっとはい、もうちょっとはい切ってください、はい、すいません、はい。このように自分は給食依存症であると答えた人が全体の 95% というデータが出ています。東京在住の武家諸ハットさんもその中の一人。給食食べたいなー、給食食べたいなー、給食食べたい、ということで実際に給食を食べに小学校にやってきました。当時の黒板や机に椅子、また駄菓子などもあってタイムスリップしたかのような感覚です。視聴覚室と図工室になります。視聴覚室には聴力測定用のヘッドホン、図工室には学校にしか置いてない大きい分度器や版画の作品が飾ってあります。保健室とプラネタリウム室です。プラネタリウム室はどこか幻想的で、保健室は視力検査の表や人体の構造の模型、カーテンなどが大変懐かしく感じます。音楽室と理科室です。音楽の歴史上の人物滝蓮太郎はなぜか頭の中から離れません。理科室の洗面台も当時を思い出します。久しぶりじゃん。え？マジの？そうだよ、久しぶり。久しぶり。いや、ちょっと久しぶり。15年ぶり。15年ぶりよね。ちょっと何してんの、ちょっと。よし、飲むか。何やってんだよ。そこで、はい、じゃあ乾杯で。乾杯。うまいわ。おいしい。あ、おいしい。懐かしい。これおいしいわね。うまいね。おいしい。はい、入るよー。じゃあ置いとくよー。ありがとうございます。はい、じゃあわかめご飯置いとくねー。いただきます。はい、じゃあ給食楽しんでいってねー。はい、わかめご飯懐かしいわねえ。一番人気なのよこれ。食べるか。じゃあ食べる。給食のほら器が。わかめご飯食います。うまい。揚げパン、練乳とこっち普通のきな粉の揚げパンらしいです。これははじける気だ。らこのインパクトとカリッと揚がったパンの食感、これはまさに近代科学の真骨頂。疾風陣内魔界転生、みんな食べてよ、こぼれ日の三通者。ふざけんじゃないわよ。また懐かしいソフト麺、ソフト麺、食うか食べましょう。うまい。梅ちゃん、梅ちゃん、あれお尻の部分でちょっと揚げパン踏んでるよ。揚げパンほら。何やってんの？ちょっと。何やってんの？